反抗する。死んだくせになぜまた私の邪魔をする。彼女は抗争を一度もやめたことがない。これが彼女の炎、彼女の色だ。なぜお前は私に勝てると思うんだ。お前が善のシーリンで私が悪のシーリンだからか。そんなものは最初から存在しない。私が善を選んであんたが悪を選んだだけだ。醜悪、善の悲しみ、絶望、無数の悪意にねじ曲げられて、あんたたちは人の心の闇しか。あんたたちは人類を支配して、あきゃからあんたたちは崩壊の傀儡に過ぎない。いいだろうキアナ、来い。ここからはここが最後の舞台。来たよ支配の律者。慌てない、すぐにあなたたちの番だから。審判の時は来た。重力が反転した。違う、人形の糸が全てを操ってる。この場所は最初から奴らのテリトリー。支配の律者はこんなこともできるの。愛をする。どうして無意味な反抗を続ける？私はここに閉じ込めるつもり。ここで止まったりしない。仲間の顔が見れて嬉しい、キアナ。これで戦えなくなる。そうでしょ。ほらほら、また一人ぼっちだ。あなたのせいでみんな死んでしまった。あなたの存在は不幸をもたらすだけ。けどそれは彼女たちが自ら求めたもの。なぜならみんなあなたと同じ、愚かで無能で存在する価値もないから。支配の劇場、1000人の舞台。私たちは1000人の意志、1000人の絶望。絶望は消えない。私たちは消えない。私たちを救ったのは、全てを壊したのは人類自身の悪意だ。わった。絶望は消えない。私たちは消えない。人々の悪意は変えられない。この醜い世界を変えられない。